海自は、すべてのイージス艦を回収し、トマホークミサイルの搭載を可能にするという情報が入りました。今回は、このイージス艦回収計画について見ていきたいと思います。現在採用している一蓋式誘導弾改めが、1500km の射程距離を得るまでの間、トマホークを搭載すれば、2000km の長射程となりますから、軍事大国中国にさえ、脅威となるイージス艦へと変貌するのではないでしょうか。2022年12月23日、日本政府は、2023年度の防衛予算案の総額が約6兆8219億円となることを明示しました。この中に、在日アメリカ軍再編用の経費も含まれ、2022年度当初予算から2割6分以上の増額となったのです。12月に入ってから改定された国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画のいわゆる安保関連3文書の中で、大幅な防衛費の増額方針を提示はしていましたが、改めて、その意思を認識させる巨額経費が突きつけられた形に思われます。最終的には、来年の通常国会で承認を得た上で、この防衛予算案が実行されることになるという政治的プロセスは必要ですが、与党の自民公明両党が、悠々と過半数を占める国会ですから、問題なく通過されてしまうのでしょう。ここ数年来のように、国民に対して、ろくな説明もしようとせず、さっさと決定してしまうのでしょうね。今までメディアが報じてきたように、来年2023年度から2027年度までの5年間の日本の防衛費の総額は約43兆円と見積もられています。この額は、現在の水準に比べると、およそ6割も増大しています。これを補填するため、2024年度からの増税も考えているようです。中国の海洋進出や、ロシアのウクライナ侵攻など、日本を取り巻く安全保障環境が大変悪化していることを理由に、防衛費増額については、支持を表明している保守層が多いようですが、だからといって、安易に大幅な増税に走って、防衛費を補うという考えには、異論を唱える意見も多いのです。そうでなければ困りますよね。国防第一にしているうちに、国民が飢えることになりかねない、危機的状況ということを理解してもらわなければなりません。こういった意見もあり、今後も、増税で国防費を補うという方針の是非が、厳しく問われていくようです。今回の安保関連3文書で表明された日本の防衛方針の変更点ですが、敵の対空ミサイルの射程距離外から攻撃できるスタンドオフ能力の拡充です。中でも、最近は反撃能力と呼ばれているミサイル配備に重点が置かれています。こういった反撃能力と呼ばれる兵装の代名詞的存在が、現在は陸自が南西諸島の離島にも配備を進めている一蓋式地対艦誘導弾の改良型であり能力向上型と言われている国産ミサイルです。この一蓋式地対艦誘導弾能力向上型は、現行型の射程距離約 200km 弱を大幅に延伸、まず約 900km へ、最終的には約 1500km にまで伸ばすという目標を掲げているそうです。また、射程距離の延伸だけではなく、発射母体も、現在の送輪式車両に加え、航空機に搭載できる空発型、艦艇に搭載できる艦発型、さらに潜水艦にも搭載することを想定した開発を進めているということです。こうした一蓋式地対艦誘導弾能力向上型の開発と量産化にかかる予算ですが、およそ1277億円を投じるようです。以後、
陸海空のすべてで運用可能な国産兵装にする予定ですが、最短と言われる陸上用配備も、2026年度までと、一定の期間が必要と見込まれます。また、尖閣諸島を含む、南西諸島の島嶼防衛用に必須と言われる高速滑空弾開発にも、今回は、およそ2003億円という巨額を投じることにしていて、1二式地対艦誘導弾能力向上型とともに、必要な兵器の国産化を進めていく方針を明示しています。とは言うものの、前述のように、1二式地対艦誘導弾能力向上型の配備は、急いでも2026年度と見込まれるので、それまでの代替手段として、アメリカ海軍の主力対地攻撃用兵装トマホーク巡航ミサイルの購入も予定されているのです。トマホーク巡航ミサイル購入には約2117億円の予算を組み込んでいて、この話が持ち上がった時点の購入数は約500発と言っていましたが、予算上はそれを少し下回る数の購入になるようです。アメリカの言いなりに買ってしまうのも考えものですよね。今回日本が購入しようとしているトマホーク巡航ミサイルは、射程距離約1600から2000キロメートルと目されている最新型ブロック5とされ、本体及びキャニスターを同時に購入する予定とみられています。トマホーク巡航ミサイルの調達予算約2117億円をざっくり500で割ってみると、一発あたりキャニスター込みとはいえ約4億円以上ですから、単体で一発2億円程度と考えられていたのと比べれば約倍ということで、跳ね上がったという感じがします。日本はまず海自のイージス護衛艦へトマホークを配備する想定ですが、その完了後に、通常の護衛艦への配備も検討しているとみられますから、MK41VLS、垂直発射艦を装備している艦艇なら、すべてが候補となるのかもしれません。コスト面を考えれば、トマホーク巡航ミサイル購入は、決して安い投資ではないと思えますね。現防衛大臣の浜田氏も、一二式地対艦誘導弾能力向上型の開発のリスクヘッジということを認めているコメントを出しているようです。確かに、一二式地対艦誘導弾能力向上型の開発が現在の想定通りのスケジュールで進むのかどうかは誰にも断言できません。さらに、今回の予算案全体ではおよそ8283億円と従来の3倍以上の弾薬調達も盛り込まれていて、長期化、膠着化が予想されているロシア・ウクライナ戦争を目の当たりにして、弾薬備蓄を強化しようという方針が顕著になっているようです。加えて、戦闘機をはじめとする航空戦力の維持と維持管理コストとして約2兆355億円という、従来の8割増に相当する、巨額コストを投じることも予定されていて、一朝有事の際の航空戦力の継続性を高める方針を示しているようです。以上の防衛予算案の中でも、航空戦力の維持と管理費用の約2兆355億円は、項目別金額としては、軍を抜いて高額です。ということは、島国日本の防衛にとって、航空戦力維持が、最も優先されていることが嫌でもわかりますね。防衛予算案の概要についてのメディアの報道を受け、防衛予算増額を心よく思わない人々からは、かつては敵基地攻撃能力と呼ばれていた反撃能力を所有しようという考えやトマホーク巡航ミサイル購入について批判が噴出しています。反撃能力については、そもそも日本の自衛隊が、そういった能力を備えることは、従来まで掲げてきた、専守防衛理念に反するという理屈があります。トマホーク巡航ミサイルについては、実用化されたのが、今から、
40年も前の1980年代ということを理由として、現代には古すぎて有効ではないのでは？と、疑問を投げかける論調も見られるようです。しかし、トマホーク巡航ミサイルブロック5は、アメリカ海軍においても、たった2年前の2020年、令和2年12月に、試射テストを実施した最新鋭兵装です。現在も、SM-6 や NSM、ネーバルストライクミサイルと、並んで、アメリカ海軍の中核となっている、存在なのです。その理由ですが、中国軍は、30年前の1990年代に配備を開始した準中距離弾道弾ディフェンダー21ミサイルを持っています。このミサイルは少なくとも 2000km 以上の射程距離を持ち、中国に接近するアメリカ海軍の空母打撃群などへの攻撃を可能としているのですが、トマホークはこのミサイルへの有力な対抗手段となっているからです。だからこそ、アメリカ海軍の兵器のコアとなっているのです。日本でも、反撃能力としてのトマホーク巡航ミサイルを考えた場合には、スピードは音速に過ぎないので、敵の対空ミサイルで容易に撃墜されてしまうという危惧があり、批判につながっていますが、そもそも、オールマイティな兵器というのは存在しませんよね。人間同士が、生身で戦う時代に、無人という単語が生まれたのはそれを意味しているのではないでしょうか。トマホーク巡航ミサイルを、アメリカや日本の艦艇が装備するということは、仮想敵国中国は、その攻撃を受ける可能性を考慮して、防空体制を敷く必要が出てきます。そう考えると、敵戦力を分散させることになりますから、そこに、トマホークを日本が所有する意味が見えてくるのかもしれませんね。